見たことのない忍びたちだったけど、どうして襲いかかってきたんだろうね。まあいいや、今は絶対それどころじゃないもんね。よし行こう、りょうびちゃん。なんか乗り気じゃない感じだね。本当にどうしたの？病気お姉ちゃんに会えるんだよ。うるさいうるさい、そんなことは分かってるって。このメス豚。そっか、りょうびちゃんは病気お姉ちゃんを前に緊張しているんだね。ね、せーの、それは、その、心の準備？ああ、そういうことか。胸にパッドを入れているのを良きお姉ちゃんに見抜かれるのが心配なんだね。はあ？そんなわけあるか！つまんないこと言ってるとぶっ殺すわよ、この豚！クズカス！そういう変態チックなところ姉さんには見せないでよね。絶対にいい顔しないから。そんなことないもん、病気お姉ちゃんはりょうなちゃんのこと大好きだもん。りょうなちゃんのこと好きだって何度も言ってくれたもん。あんたがそんな調子だと姉さんだって梅酒みたいに顔をくしゃくしゃにしてドン引きするわ。おいおい、それを言うなら梅酒じゃなくて梅干しだって。せーの、りょうびちゃん、その一人ツッコミ一人ボケはやめた方がいいよ。特に病気お姉ちゃんの前では。うるさいうるさい、とっとと姉さんを探しに行くわよ。はーい、病気お姉ちゃん絶対どんな顔で会えばいいのよ。りょうびちゃん、りょうなちゃん、お久しぶり。それは永遠に忘れない。お姉ちゃん、生き返っちゃいました。永遠に忘れることができない奇跡のような8日間、始まりでした。どこかの遠くにあるという天国みたいな島でも足りない、真夏の太陽、輝く青い空、澄み渡る青い海、ヤシの雲、優しく揺れる場所。
さあ皆さん、今日も修行を始めましょう。立派な善人に。ちょっとみのりち、私が大切に取っておいたプリン勝手に食べたでしょ。食べてないもん。みのり、甘くて柔らかくて美味しかったプリンなんて食べてないもん。